フリーソフトのアルティメイトデフラグですね。純正のデフラグより高性能です。まず起動するときは、右クリックして管理者として実行してください。それで今回 D ドライブ、これをデフラグします。まずデフラグする前にアナライズボタンを押して、解析をします。こんな感じで、ハードディスクの盤面をイメージした非常にわかりやすいインターフェースですね。で、これで解析が終わりました。次にスタートボタンを押します。そうするとデフラグが開始されます。まあ、デフラグの時間は非常に長いですので、気長に待ってください。あとこのソフトなんですけど、純正のデフラグより高機能で、それで有料版のデフラグ並みの機能があって、しかも無料ですのでおすすめですね。ぜひダウンロードして使ってみてください。